ナミさんこんにちは。今回はお金の授業ということで動画をいただきましてありがとうございます。まあ、そしてね、今度今日ですね、23日の21時から、まあ、緊急放送ということでズームをするんですけども、本当に早めにお知らせできればよかったんですけども、今回ねビットポイントジャパンの日本上場がもう急遽知らされましたんでね、それからコインベース、こちらの方の日本活動開始、これもね急遽知らされましたんで、ちょっと緊急ライブということでね、上場前に放送したいなということでございました。あ、そしてねこのリピさんとのやり取りなんですけども、実際にカルダノがビットポイントジャパンで流通するのは9月の中旬から下旬だと思われますので、まあ、その頃にもまたね何か放送ができればいいなと思ってますけど、ちょっとここはね未確定でございますということで、なかなかね早めにお知らせできなくて申し訳ないんですけども、それよりもね9時もまだね就業中ということで、ナミさん本当お疲れ様でございます。本当ね、もうナミさんとも長いお付き合いになってね、ここまでね、いろいろと気にかけていただいて、迷惑をかけていただいて、本当感謝のばかりでございますけども、今回お金の事業ということでね、私もちょっと思いついたことがあるんでお話ししようと思うんですよ。それはですね、この前、大悟さんがね、ホームレスとか猫とか命の重さとかいうので、まあ、放送して、まあ、いわゆる炎上して、それに対して大悟さんの考えはおかしいよとかね。いや、まあ一理聞くべき点があるんじゃないかな。まあ様々な意見があったんですけども、いや、まあ大悟さんの個人的な主観の話であったり、猫が大事と思う人がいれば、人間嫌いで人間なんて滅んでしまえっていう人もいてね。それは人の思想の話なんで、まああれこれ言うことはなかなか難しいかなと。潜在的には、ホームレスの人とか生活保護の人なんていらねえんじゃないかなと。あんな奴のおかげで、社会がうまく回ってないんだよっていう人もいるのも、これ一定数いるのも確かなんですよね。で、私はね、じゃあね、今度ね、生活保護の方とかホームレスの方をね、じゃあお金的に肯定するために考えることはできないのかなっていうふうに思って、まあ実は生活保護37万円にしようよみたいなことを話してたんですけども、生活保護の方が今ね、まあ10万円しか受給できずに切り詰めながら暮らしている。でもこれが37万になったらプラスの27万になるわけですよね。プラスの27万円消費する可能性が出てくるんで、多分今ブラックロードしてる中小企業とかサービスが提供がなかなかできないような会社も、その生活保護の方が増えたお金を消費するチャンスが生まれるんじゃないかなと思ってるんですよ。いわゆる生活保護の方は切り詰めずに必要なものはちゃんと買って、そして消耗したものは買い足してみたいなことができて、経済はうまく回っていくんじゃないかなと思うんで、私は生活保護の方はもうちょっとね、10万とかじゃなくてね、20万30万ぐらいに上がってもいいんじゃないかなとは思ってるんですよね。まあそうするとブラック企業の安月給の方もその消費活動が盛んになって給料上がっていくんじゃないかなとか思っちゃうんですけどね。それからね、身を切る改革っていうのがありますよね。政治家さんがなんかね、決断するときに、私は歳費を3割カットしましたとか言いますけどね、私3割カットって全く意味がないと思うんですよ。逆にね、3割カット、例えば給料が100万円で30万円をカットするぐらいだったら、30万円は必ずここに使いますっていう風にしてくれた方が市場が広がるんじゃないかなと思うんですよ。例えば近くの飲食店を毎月30万円分使いますとかね、使わないまでもお金を置いて帰りますとかね。要するに日本政府から支出された歳費ってものをお返しするんじゃなくてね、日本の金庫にお返しするんじゃなくて、30万円市場に流してもらえればなと思うんですよね。だから身を切る改革なんて言ったらね、なんかこう勇ましいような感じがしますけども、今の財政論から言うと、いやいやカットするんじゃなくて市場に流してよ、市場で使ってよと、民間企業の売り上げ困ってるところで使ってよみたいに思っちゃうんですよね。そして3点目、ホームレスの方についてお話しますけども、ホームレスの方、これ実際にあった事例なんですけども、ホームレスの方がね、近くの公園に居ついちゃって、もうなんかね、目障りだから対処してくださいってことになって、ホームレスの方がね、ベンチを占拠して、もう寝ちゃうんですよね。だから、ベンチをこう、区切ってね、寝にくくしちゃったんですよ。要するに、ほんと椅子型にしちゃったんですよ。平べったいベンチにこういうふうに区切りを作って横に寝れないでしょ、そしたら3人座れるみたいな感じでね、まあ、そういうふうにしたり、水道をね、ホームレスの方使わないでくださいみたいな張り紙をしたりとかするわけなんですよね。看板出したりとか、それによって何が起きたかっていうと、ホームレスの方はベンチに座りにくくなったし、お水もねこう使いにくくなって、その公園を離れることになったんですけども、さあここでね経済活動が起きてるんですよ。それは何かっていうと、そのベンチにこうついたてをすることによってね、やっぱり誰か職員さん、行政の職員さんか下請けの事業者さん、民間の事業者さんが工事をするわけなんですよね。で、水道を、まあ、使わないようにみたいな、なんて文言で書いてあるのか分かりませんけども、看板を立てた
ていうことは、看板屋さんがそれなりのデザインをして文字をドーンと打ってね、で看板を立ててるはずなんですよ。でそれを定期的にメンテナンスして、こう看板が汚れてきたりとか壊れてきたり更新したりとかね、で噴水とか、あの噴水じゃない、あのあれですよね、水道ね、水道とかもちゃんとやり替えに来たりとか、なんかホームレスの方に対してクレームをつけたことによって経済活動が進んだみたいなことも起きちゃってね、これは何なんだろうなと。じゃあホームレスの方がもともといなかったらその看板も売れなかったと思いますし、そのベンチもね、リフォームされなかったと思うんですよ。じゃあ経済活動をホームレスの方がいたがゆえに大きくしたと言えないかみたいなことなんですよね。でやっぱりね、ホームレスの方も公園で水を飲めば、まあ、水道局の売り上げが上がるみたいな、ね、細かいことですけどもあったりとかすると思いますしね。でホームレスの方といえども、どこかで何かを食べたりとか、それから段ボールを集めてね、空き缶を集めて1個1円で買い取ってもらったりとかっていうふうに生産活動もしてるんだなと。そしてオチなんですけども、ホームレスの方がその町からね、まあこれ広島市内のある箇所なんですけども、いなくなったことによってゴミ問題が起きてきたんですよ。つうのが、ホームレスの方って段ボール回収したり空き缶を回収したりっていうのを、落ちてるやつを拾ってたんですよね。でそれをホームレスが排除されちゃったんで、その地区にホームレスがいなくなったんですよ。でもこうなると空き缶とか段ボールの放置ゴミを回収してお金にしようっていう人がいなくなっちゃって、でまあ普通の一般市民っていうのはそんなの拾ってお金にしようと思わないし、第一そんな方法知らないですからね。ゴミが放置問題が起きちゃってね。で結局この市の財政でそのゴミを定期的に取ることになったんですよ。あとボランティアの方が出てきたりとかね。これは何なんだろうなと思っちゃうんですよね。それによって税金がこう上がるみたいなねことになっちゃったり、他の税金でやってたサービスができなくなって、そこの予算を割いてゴミ回収のためのね人件費とかになっちゃうみたいなね、なんかそういうことが起きてきて、お金ってね、本当にこう奈美さんがね、企業と家計と政府をぐるぐる回る血液なんだって言われましたけども、もう本当にね、血液で言ったら毛細血管とかね、本当細かい血管とか、こんなところに血管いらないでだろうみたいなのがあるんですけど、そこでもせき止めちゃうと壊死して、いろんな問題が起きてきたりとかね、するもんだなと思ったのが今回の感想ですね。いや、お金のことって本当ね、うまくできてるなと。不必要だろうと思ってるものもやっぱり誰かにとって必要になってるんですよね。だから自分が大事だと思ってるもの、自分がいらないと思ってるもの、別の角度から見たらそれ全く逆の考え方とか正義があるってことなんですかね。それではまた動画の方お待ちしております。